正月といえばお餅です。お正月は毎日お餅食べたいと思います。それが楽しみです。こんにちは、シエルです。今年最後の動画です。皆さん動画をたくさん見てくださってありがとうございました。来年もよろしくお願いします。さっき紀ノ国屋に行って年越しとお正月の食材をね、いろいろ買ってきました。購入品紹介の動画はこの動画の後半でお見せしたいと思います。お正月ということなので祝い箸などもね、いろいろ買ってきましたので最後まで動画見てもらえると嬉しいです。2020年ラストということなんですが、先日質問を募集したのでそちらにお答えしていきたいと思います。今年買ってよかったものは何ですか。こちら AirPods Pro です。バカワイヤレスイヤホンですね。一番最初に出たものよりもすごいちっちゃくなってて、でケースもね、縦長から横長に変わったんだけど、毎日さ YouTube 見たり Netflix 見たり、あと音楽とかも聞くので、家の中でも家の外でも常にね使ってた感じ。このワイヤレスの紐がなくなった時のこの生活のしやすさ、そう、あと音もいいし、あと周りの音を遮断できたりもするし、なぜ早めにワイヤレスに変えなかったのかなって、本当に生活が変わりましたね。年末年始の仕事忙しいですか？今年の年末に私のマジシャン人生で一番大きな仕事が入っていて、それに向けてね、いろいろ準備したりとか、まあ緊張とかもあったりとかして、ドキ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 する毎日だったんですけど、それが無事ようやく終わりまして、今年はもう年末はって言ってももう今日で終わりなんですけど、その仕事で仕事納めになりまして、今年のお正月は仕事はやっぱりキャンセルとかになってしまったので、まあ比較的ゆっくりできるかなと思います。確か去年の頭はラジオに出演してたんでね、リモートで海外ドラマコメンテーターのお仕事が入っていました。今年はね、まあ、ちょっと残念ながらマジック系のお仕事は全部なくなっちゃったんですけど、その分ね、ゆっくり過ごしたいと思います。いつも年末はどう過ごしてますか？いつも10代の時はダンサー活動していて、それこそ紅白歌合戦とか、あとはカウントダウン TV、 夜中にやってる歌番組、こちらでダンサーとして踊ることが多かったので、年末の1週間ぐらいダンスリハーサルで、大晦日の日から年明けにかけてはダンサーとしてテレビ番組で踊ってました。20代は、まあ、マジシャンとして活動を始めたんですけど、マジシャンになってからはホテル主催のカウントダウンイベントとかに出ることが多くて、一つねすっごい記憶に残ってる仕事といえば、箱根のルネッサンスっていう温泉施設っていうのかな、温水プールの施設、そこで大晦日の日31日にマジックショーの、まあ、イベントがあって、でそれに出演して、で翌朝プリンスパークタワーホテルだったかな、東京タワーが見えるホテル、そちらで翌日に、ニューイヤーイベントに出演予定で、でちょうどその大晦日のイベントが終わってホテルに移動中にハッピーニューイヤーってなって、でタクシーの中で過ごすのも嫌だったんで、降りてコンビニに行ってコーラ買って、でなんかコンビニの店員さんにもコーラを渡して、みんなでハッピーニューイヤーって言って年を越したのがすごい記憶に残る思い出です。今年はそういったねホテルでのお仕事がなくなってしまったので、まあ一人ぼっちの大晦日カウントダウンです。ケーキをホールで食べて太らないんですか？先日クリスマス動画で、まあ、ケーキをねホール食いっていうものをあげたんですけれども、それを見てだよね、カロリー的には太ると思うんですけれども、結局ホールで全部食べられなかったので、数日に分けてね完食した感じになるので、まあ、1日の摂取量としてはそこまでカロリーの取りすぎではなかったかなと思います。マジックをする上で重要なことは何ですか？まずは自分が楽しむことかな。でも楽しむんだけれども自己満の演技にならないように気をつけることかな。結局やっぱりお客さんありきというか、お客さんに見てもらって成立するものだから、お客さんの求めてるものだったり、お客さんがどうやったら楽しんでくれるかなみたいなのを考えた上でのネタのチョイスとかをするといいかなと思います。今年ハマった海外ドラマは何ですか？比較的新しいものだと、
ネットフリックスのダークとネットフリックスのコブラ会、この2作品が結構衝撃的だったかな。他にはね、私の中でコメディドラマブームが来てて、かなり昔から始まってる作品がようやく動画配信サービスに入ってきたんですよ。でそれで元々好きだった作品とようやく見れたなっていうドラマがあったんで、その作品とかにもハマったんですけど、海外ドラマのまとめに関してはまた改めて動画を撮りたいと思います。今年のお気に入りトランプは何でしたか？個人的にテンション上がったのはこちらのトランプ、スナッカーシリーズ。このさ、なんかおやつみたいな感じのトランプ、なかなかこういうパッケージに入ってるものないから、そう、これすごい撮影でも使ったんですけど、はい、バッグがイチゴの可愛いデザインです。スペードとクラブがね、黒じゃなくてピンクなんですよ。はい、そんな感じでいくつか質問に答えさせていただきました。先ほどお伝えしました紀ノ国屋でね、ちょっと食材を買ってきたので、そちらの購入品紹介です。今回は紀ノ国屋大晦日に買ったもの購入品紹介をしたいと思います。31日に行ったので、やっぱり全然売ってなかった、買いたかったもの買えなかったので、ちょっとスーパーをはしごしました。はい、まずはこちらネギです。ネギ1本3本のセットと悩んだけど、一人暮らしなので1本で十分。大根、こちらも一人暮らしなので半分で十分。人参、こちらもセットじゃなくて1本で十分。椎茸、生椎茸って書いてありますね。ほうれん草、サラダで OK って書いてあるんですけど、これはね、お蕎麦用のほうれん草として購入したので火を通します。お正月といえばの野菜はこちらですよね。三つ葉、お正月ならではの価格でしたね。え、高くなるよね。でも三つ葉がないとなと思って、何かがあった時のためのパックご飯ですね。お正月といえばお餅です。いつも四角いお餅買っちゃうんだけど、今回初めて丸餅、丸いお餅買いました。かわいい丸さが。そしてこちらがおしるこです。小倉しるこって書いてありますね。2袋入りということで、もう出来上がっている天ぷらを買いました。天然エビ天ぷら、天然エビかっこ中、こちらも買いました。お雑煮用のエビです。お雑煮用の鶏もも肉ですね。佐賀県産ふもと赤鶏もも肉ということで、美味しそうですね。年越しそばですね。いい感じの幕開けができそうな感じの。紀ノ国屋の卵、先日結構高めの卵を買ったんですけど、今回はまあまあ普通の紀ノ国屋価格では安い方の卵なんですけど。でですね、まあ、こちらが紀ノ国屋での購入品なんですけど、おせちセットっぽいのを探し求めたんですが、もう紀ノ国屋は売り切れでした。絶対に絶対食べたいものを近くのスーパーに行き買ってきました。お蕎麦の上にちょんちょんと乗せたかったナルト探して買ってきました。断面が綺麗なこの文字出るように丸っぽいだろうなというのを選んで買ってきました。よかった、買えて。おせちセットです。こちら、私が求めていたおせちはありませんでしたが、なんとこの可愛いのが売ってたので、もうこれしかないと思ってこちらを買ってきました。伊達巻き切れてるかまぼこセット、ディズニーバージョンという、もうこれ以外の選択肢がなかったということで、ミッキーとミニーのかまぼこを手に入れ帰ってきました。これ以外なかった。予想外。はい、すごいディズニーファンみたいになってしまいました。こちらが私のメインおせちです。で最後にこちらもスーパーで買いました。あら、なんか素敵なお祝い箸ですね。お正月らしいお箸を買ってきました。紀ノ国屋で見た時に高かったの、もう高すぎて、いや箸はいらないなってなったんだけど、近くのスーパー行ったら250円ぐらいだったのかな。で5銭入ってるかな。だからまあまあこの価格だったらよしということで、お箸も買ってきました。食べるものはディズニーのかまぼこなんですけど、ちなみにお値段、紀ノ国屋で購入したのが5631円で、近くのスーパーで買ったのがナルトとディズニーかまぼことお箸ですね。この3点で1619円でした。全部の合計で7200円ぐらいですね。一人暮らしの年末年始の食材購入はこんな感じでした。良い年明けを迎えたいと思います。2020年ラスト大晦日は年越しそばを食べたいと思います。残念なのは素敵なおせちを買えなかったこと。作ればいいじゃんってね、思うと思うんですけど、あんまり料理が得意ではないので、
あるもののセットを買いたかったんですけど、まさかの売っていないという。やっぱり31日じゃ遅いんだね。特にちゃんとしたお正月の過ごし方がわからない私でしたが、皆さん今年もたくさん動画を見てくださってありがとうございました。来年も頑張りますので応援よろしくお願いします。それでは皆さん良いお年を。